新年明けましておめでとうございます。はずきです。さかねです。なにももです。ポテトウォーリアーズ。さあ今日は亀有の香取神社に初詣に来ました。はい、イエイ。いや、全選手でね、来ましたけども、今年1年、どんな年にしたいですか？私から、私は、去年、ピアジェに所属させていただいて、本当に、上半期じゃないや、下半期からすごい試合数が増えて、あと、ウェーブさんだったり、ガトームーブさんだったり、あのアイスリボンさんだったり千住さんでしたりとか、今まで出たことがない団体にもたくさん出させていただいたので、今年もまた呼んでいただけるような試合ができるように頑張りたいなっていうのと、あとは怪我に気をつけたいなというふうに思っております。はい、はい、マネは、はい、今年一発目の試合からタイトルマッチなんで、そのベルトを、無差別のベルトを取って二冠王者になって、そして無差別級のベルトを長くしていきたいと思います、はい、そして、プライベートは今はプロレスで、プライベートは、車の免許を取りたいということです。私の代わりにね。はい、はい、目標はそれです。はい、はい、私はですね、もう今年年女ですのでね、何回目の年女かな。まあ、うさぎ年年なので、ぴょんぴょんってしてください。まあ、年も年なので、怪我と健康に気をつけて、1年過ごせたらなと思います。ちなみに、はい、鋼さんと私は今年厄年です。一緒にお祓い行きます。婚約です。また、はい、行きます。羊年なんです、はい、でそして2人はおみくじをしたのかな、はい、おみくじをしました。これ、はい、見てください。鋼さんが毎年引いてて気になってたんですけど、これ恋みくじ、なんかやっぱ恋欲しいじゃないですか、はい、こういうとこ乙女なんですね。恋みくじ、これすごいのが、はい、鋼さん何番ですか？第25番。そう、25番で全く一緒の引いてるんですよ。全く一緒です。すごくないですか？あのね、私はね、こういうおみくじ系はね、やらないの。なんでですか？え？そういうのに左右されたくないから。別に左右されるためにあれしてるわけじゃなくて、ただ運を知りたいから、はい、あのね、私も基地とか都合のいいことだけ、ね、そう信じます。そういうこと。はい、で、もう一個は、はい、もう一個は、私もう一個やったんですよ。恋みくじじゃないやつ。普通のおみくじをやったら、はい、なんとですよ。大吉が出ました。はい、いいですね。じゃあいいことだけ、じゃあ2人、はい、それがね、叶うように、じゃあ結んできてください。はい、はい、結ぼう。イエイ、イエイ。そう、なんかリラックマのおみくじとか、金ピカの金のおみくじとかね、いっぱいあるの、すごいよね。あとなんか亀のやつもありましたよね。そう、亀占い。私これいつも破っちゃうんですよ。ちょっと待ってね、て私ね、下手くそなのこういうの。俺上の方に結んだ方がいいって言うから、ちょっと上の方に、こうですね、はい、ここに結びます。運がありますように。はい、はい、結びました。結びました。ちょっとだいぶここ長くなって、はい、じゃあ願いが叶いますように。はい、お願いします。それじゃあ2023年ピアジェ女子プロレスとポテトウォーリアーズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この動画が良かったと思う方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録も、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。